先方は私にお任せください。管理局の有志にふさわしい活躍をしてみせます。私のように愚直な人間には釣り合わない地位のようですが。社長、来ましたか。社員一同真面目に勤務しております。この戦術バイザーを通してみると分厚い盾越しにも鮮明に敵が見えるんです。これこそ管理局の技術力の賜物と言えるでしょう。私が好きなものですか。無塩バターを使ったピーカンバタースコッチクッキーや、ずっしりした可愛いウェルシュコーギーでしょうか。私は左利きですが、常に両腕をバランスよく鍛錬しています。私のスーツは急所を保護するために製作されました。実際は亀首ではありませんよ。こういう仕事は性分に合いませんが、社長の指示であれば従いましょう。みんな仕事を始めよう。任務完了しましたことをご報告します。出撃準備完了。素晴らしい。もう少し記録を縮めてみましょう。私のミスです。訓練の量を増やさねばなりません。お任せください。少し恥ずかしいですね。ありがとうございます。盾に使うのにちょうどいいですね。いくら医療技術が進歩したとはいえ、毎日の運動は必要です。これならミサイルだって防げます。前に出たがる生まれたばかりの子犬を守るのは私たちの役目ですから。とても賢明な投資です。呼び出しを受けてまいりました。トレーニング指導が必要でしょうか。暑いですね、社長。支援ありがとうございます。そんな、いつの間にここまで愛情が冷めてしまったのでしょう。